はい、皆さんこんにちは。ロボット大好きお絵かき玩具チャンネルロボラボです。さあもうね、10月発売のトランスフォーマーも到着しておりますけれども、今日もそっちじゃなくて、まあ、ある意味ライバルのマシンロボで遊んでみようと思います。2012年に発売されていた EM 合金のブルージェット、まあ、そろそろね、10年前ぐらいのアイテムとかは久しぶりにちょっと出してみないと、まあ、関節が癒着してたりとか、あとなんか塗装がねベトベトになってたりとか、まあ、やばい状態になってる可能性もあるので、まあ、今日はメンテナンスがてらこれを引っ張り出してきました。まあ、なんで今マシンロボっていうのは、まあちょっと他にも理由があるんですけど、その辺はまた後で。でこれは合金トイなんですが、まあ、近年では海外のアクショントイズからもブルージェット発売されてますが、まあ、これはどっちかというと遊び方としてはアクションフィギュアって感じですかね。まあ、変形も一応可能なんですけど、まあ、その辺はあんまり期待しないでください。っていうかこっちも作ったのはアクショントイズなんだけどさ。でなんでこれ以前買ったかっていうと、やっぱこのね、造形なんですよ。このめちゃめちゃアレンジされているフォルム、いや当時のアニメ版を思い出しますよ。まあ中身はこんな感じなんで、じゃあこの後早速遊んでいきますよ。ぜひ最後までお付き合いください。そしてまたチャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。あとツイッターもやっております。フォローまだの人はぜひ。ちょっとこの辺のね、なんか日本語が片言になってるのが気になりますけど。そして立たせてみるとこんな感じ。まあ、さっきも言いましたけど、プロポーションには結構アレンジが加えられておりまして、まあ、これ原型は森口亜蘭さんです。もうね、この極端なプロポーションアレンジといえばって感じですけれども、ただ本当にアニメの方はもうアニメーターさんのね、特徴によってもうやりたい放題の、まあ、いい意味での作画崩壊を起こしていた番組ですから、まあ、こんな感じのね、頭がやたらととんがってるブルージェットもいたよね。まあ、そういう意味ではバージョンアニメっていう感じですけども、まあ足とか結構合金の塊でなかなか重いですよ。あとこの体の赤いところも合金使われてるかな。で付属の剣は右手首と一体化されております。じゃあちょっとね、剣を持たしてみましょうか。で左手は開き手がついてます。まあ、このブルージェットについては、まあ、アニメの方を見てないという方でも、まあ、アラフィフ世代の方だと、やっぱりおもちゃ売り場でね、まあ、このジェットロボとかが売られてるのを眺めながらね、まあ、大人になってきたっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、まあ、これがあの頃定価が7000円ぐらいしたと思うんだけど、ただよく動くブルージェットのフィギュアってのが、まあまだなくって、まあ、なのでその時の僕の期待には、まあこれは応えてくれてたんですけど、まあ、肘なんかも90度ぐらい曲がっちゃいます。腰はボールジョイントで、まあ、ちょっとひねれるぐらい。あとは股関節、ここが結構ゆるゆるだったんですね。まあ、買った時からそうだったんで、まあ、今回瞬間接着剤でちょっとボールを大きめにしまして、まあ、少し硬く調整しました。あと膝の関節はここは一応二重になってます。このぐらいまでいけます。まあ、足首の可動は主にはつま先なんだけど、まあ、ここがまあダブルのボールジョイント使われてまして、こんぐらい動きます。まあ、こんなプロポーションだともうさすがに変形は無理でしょうって思われつつも、まあ、それでも変形させちゃったりするのが、まあ、21世紀のアイテムだったりするんですけども、まあ、こいつはね、もう見た通り、もう本当に変形は無理なんで、もう気持ちいいぐらいの完全差し替え変形となっております。もう分解してパーツを交換してっていう感じの変形ですけれども、じゃあこの後はそのジェット形態で遊んでみましょう。ジェット。じゃあまずは分解から始めますけれども、まずは頭部を外して、で肩はこのブロックの部分で取ります。ここね、癒着してましたね。そして腰の部分もボールジョイントを外して、これ結構接続がボールジョイントだったりするんですね。だからなんか折れないか不安になりつつ外しておりますけれども、
でさらに脚部はこの膝のところ、ここは軸を引っこ抜きます。で分解し終わるとこんな感じで、こっから、使わないパーツを除くとこういう感じになっていきまして、でジェット形態の時に使用するのはこの残ったこのパーツだけです。でここにさらに、まあ、ジェット形態用のパーツたちを、置いていきますとこのような感じになります。で続いてこれらを接続していくんですけれども、じゃあまずは機首のところから、これだいぶと尖ってますけれども、次は肩のブロック、もう腕はこんな形になっちゃったみたいです。で腰の部分に接続用のパーツを取り付けて、で膝下の部分を接続、もともと膝関節が刺さっていた穴にこのように差し込むだけです。これ重いからね、奥までしっかりと。で翼のところもね、もう思いっきり差し替えです。もう変形させる気全然なさそうですね。まあ、翼ぐらいだったら可動式にまだできそうなんだけど、まあ、潔い。尾翼はここに、まあ、左右で角度の違いがあります。まあ、ただ足首のところが唯一、まあ、変形っぽいことをしてると言えなくもないんですけども、まあ、関節の可動を使って、まあ、このようにひっくり返します。そうするとジェットに変形完了です。さあどうですか、まあ、ただこれのアイテムは本当に変形を楽しむっていう方向性じゃないと思うんで、まあ、この形態でも劇中に登場してきた時のようなあの極端なアレンジのジェット状態に、まあ、なってるってところが、まあ、それが立体として手に入るっていうところに僕は魅力を感じて、まあ、購入してます。でこれ元の頭部でもいけないこともないような気がしますね。まあ、顔が出ちゃってるけど、まあ、アニメになるともう本当にこんな感じのプロポーションになってる時もありまして、ただ僕の世代だとあのドラグナーのオープニング以降ね、作画で極端にアレンジして描かれているロボットとかっていうのにやっぱりこう魅了されてた時期があったんじゃないかと思うんですけども、まあ、本当クロノスの大逆襲もバトルハッカーズも、まあ、そういう時期の象徴的な作品だったような気もしますけれども、ロボット状態で高さがだいたい17センチ、まあ、でもこんな差し替えまくってこんなのはマシンロボじゃないよという方、まあ、ちゃんと変形させられないとっていう方のために、まあ、ここから2023年にかけてメガハウスさんが展開するマシンロボの立体物のシリーズ、こちらのリリースが予定されておりますから、マシンロボファンの皆さんこれは要チェックですよ。マシンビルドシリーズって言って、なんかちょっと一部組み立て式みたいなんですけれども、で僕が気に入ってるのはこれ元の、まあ、昔のアイテムの変形方法をなんか結構踏襲してる感じ でそれにさらに関節可動がプラスされたような、なんか本当に懐かしい、まあ、あの頃のマシンロボチックなんですよね。まあ、値段もお手頃ですし、まあ、このリリースを知って、まあ、僕のマシンロボ熱がまた蘇ってきたんですけれども、まあ、これ第1弾がロッドドリル で第2弾にブルージェット来るのかなと思ったら、なんかちょっとバイクロボだったんですけども、まあ、でもバイクロボも重要だから、まあ、ブルージェットは次とかかな、まあ、このシリーズが途切れないように、まあ、ちょっと応援していこうかなと思っております。まあ、ただ新たにブルージェットが発売されたとしても、まあ、こっちはこっちでこのスタイルがねやっぱ別物だから、まあ、個人的には大事に取っておこうと思ってます。じゃあ今日のこの後のエンディングは、まあ、また当時のやつ引っ張り出してきたので、まあ、これと一緒に並べて、まあ、眺めながらお別れしていこうと思います。いつも皆さん楽しいコメントありがとうございます。前回動画は再販されたデストロイドモンスター、
まあ、すぐみとちょい足し塗装で遊んでみたんですけれども、まあ、いただいたコメントをまた振り返ってみますと、まあ、アリーの160分の1の方を、まあ、前に組み立てたことがあるっていう方もいらっしゃいましたね。まあ、ただちょっと気になったのは、なんか無事に完成させられたっていうようなコメントがちょっと見受けられなかったのが心配ですけれどもね。まあ、結構可愛いというお声もいただいてましたけども、そうなんですよ、ちょっと動画には載せなかったんですけど、もっと可愛いポーズとか撮らせて遊んでました。足前に投げ出して座らせたりすると可愛いよ。あとちらっと登場させた食玩の方の山口式稼働のフィギュア、あれの方にね結構思い出がある方もいらっしゃったみたいですね。まあ、あれ久しぶりに触ったら関節が癒着していてもげたっていう、まあ、そういうお声もありましたけれども、まあ、あれ久しぶりに触る前にあの子たちを熱湯風呂に入れて、それで一度抜き差しするといいと思います。まあ、僕はそれでうまくいきましたけど、あとは当時のねピタ版ありましたね。めちゃめちゃ種類が出てたような気がするけど、おっと、じゃあそろそろお別れですね。次回もまた僕のお気に入りのおもちゃで一緒に遊んでください。じゃあその時まで皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。さよなら。